はい、こんにちは、プンスチャンネルです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今回はずっとリクエストをいただいていた青舌トカゲの爪切りについてお話ししていこうと思います。今回はね、こちらの青舌トカゲのつくねちゃんに協力してもらいながら爪切りについてお話しできたらと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきます。はい、まずはね、青舌トカゲの爪についてお話ししていきたいと思います。青舌トカゲの爪は太あごひげトカゲの爪とかと違ってね、こうやってかなり小さいお爪をしています。今日はね、その爪切りについてお話しできたらと思います。はい、まずね、青舌トカゲの爪って野生下だと土を掘ったりとか木の周りをね歩いていったりすると自然とね、こう爪が削れていって長さとかも取れていくんですけど、まあ、飼育環境だとね、なかなか爪がね削れるっていうことがないので、まあ、爪切りをねしてあげたらいいかなと思います。ただね、太あごひげトカゲとかと違ってこうやって爪がねかなり短かったりとか伸びる速度もね遅かったりするので、人によってはね切らないっていう人もいるみたいです。今回は爪を切るよっていう方向けにちょっとお話しできたらなと思います。青舌トカゲの爪はね、こうやってすんごい小さいので切るのめちゃめちゃ大変なんですけど、太あごひげトカゲと同じように爪にやっぱりね、この子たちも血管が通っているので、そこを切っちゃうとね流血してしまうので注意してください。こう見ると血管がねどことか正直分かりづらいんですけど、今私の指に突き刺さってる部分分かりますかね。ちょっとねツンととんがってる部分があるんですよね。ここをカットしていきます。青舌の爪切りに使う材料はこちらですね。太あごと同じなんですけど、爪切りと爪やすりです。青舌の場合は爪が小さいのでやすりだけでも十分いいかなとは思います。まあ、やすりだったらね、簡易的にちょっと伸びてるところを削ってあげて、それでおしまいっていうのもいいんじゃないかなって思います。今回はね、ちょっと爪切りで切っていきたいなと思います。本当に慎重に先っぽだけ落としていきます。よくネットの情報で何ミリ切った方がいいとか書いてあったりするんですけど、その子によってね伸び具合が違うので、根元から何ミリとかあんまり信用しない方がいいんじゃないかなって思います。その子によってね爪の生え方も違うし爪の伸び方も違うので、こう見極めながらね、爪が伸びてるよっていうところだけカットするのがいいかなと思います。じゃあ今度爪やすり番をやってみたいと思います。爪やすりは本当に頭のところをちょっと削ってあげるっていう感じですね。こうやって、個人的にはね、おとなしくしてくれてるこういうトカゲだったら爪切りでバチッと切った方がいいかなと思いますが、その子によってねアクティブに動き回っちゃったりするような子とかだと爪やすりでね整える方が簡単かもしれません。はい、今回は青舌トカゲの爪切りについて紹介しました。青舌トカゲはね、ケージ内を結構カリカリし始めたら爪切りのサインだったりとか、まあそういう場合もあるので、もしね爪が痛いなっていう場合だったら、お爪切りをねしてあげるといいかと思います。プンスチャンネルではこんな感じで青舌トカゲのね飼育についても紹介していますので、気になる方はぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またねー。